まもなく開演いたします。ご着席の上、今しばらくお待ちくださいませ。こんばんは、第2部です。2個目さん、チビライダーさん、4個目さん、おっさん、7個目さん、美咲さん、突っ張りはじめさんいらっしゃい。応援が消えちゃったな。今ね、ニコ生で第1部やってたんですけど。OK、ありがとうございます。一応、蔵生なんで、ズームで。今やってみたけど、一回高額にするね。これがクラ生、ちょっと広角になるから広くは映るんだけど、これでこのクラ生でメイン会場がどう映るからね。普段の歩きはこれでいいんだけど、ちょっと気になったとここうやってアップすればいいだけだから。できますね。第2週目でございます。一生お付き合いください。今日ね、ゲストはヤン君が来てます。どうもー。同じ出落ちなんだけど、今度は暗くて映ってないって。ゲストさん、どうもいらっしゃい。第2部はニコ生でございます。手ぶれ補正が効いてるんで、さっきただね、密です。ただし密でございます。平日なのに密です。生なんですね。第3位、ありがとうございます。とりあえず広角カメラでいっちゃいますね、全部。気になったところ明るく見せたいところはズームにします。いやでもやっぱ手ぶれ補正効いてるから、さっきより追加するより滑らかだな、歩きが。これが1個目のゾーンです。ああでも結構明るくなればニコ生でもいけるな、これ広角なら。あ、意外といけるね。光が強ければ暗生でも味がある。これズームにするとこれが 1.0 なんだけど、とりあえず広角にしますね。マコいらっしゃいです。ここの場所に来るのは、ニコ生では一回説明しておきますと、4年前に初めて会ったリスナーさんと今一緒に来てますが、5年連続で同じ場所に来ました。
ちょうどね、4年前にヤン君だったんですよね。で4年で5回目の数、2016、17、18、19、20と、ナバナのね、シーズンを全部見てきてるんです。話したのも。そうだね、毎回秋ぐらい。1回だけ1月の頭やったね。仲良しかよね。本当、彼氏、彼女でも行かない5年連続同じイルミネーションなんて。まあ、ちょっとに、さっきツイキャスこれ中歩いてないから。真冬行った。1月の6日に行ったことある。あ、パンダコナンさんいらっしゃい。おデート。みんなとデートしてるっていう意味合いもあるからね、これ。配信は。一緒にいる人だけじゃなくて。ぶっちゃけ俺とヤン君一緒にいても大体別行動になるからね。途中から、途中からね、お互いの撮りたいものとか出てきちゃうから。ちょっとこのね、今人混みが多いゾーンの時間帯をちょっと避けたいね。ちょっとこの若者がいっぱいいる時間帯、これ一緒のゾーンになっちゃうな、ずっと歩いていくと。あ、俺の好きな赤いのあるじゃん、ここにこれ赤いの、俺の好きなのここに移行してきた。ミニスカはね、履いてる人いない。あ、そうなの。リア充おどきって言われもうそれ客いなくなっちゃう多分。プロジェクションはここがあえてなくしてるのが売りです。プロジェクションマッピングがただの映画映像なんで、パソコンで作ってただ照らせばいいだけになっちゃうから、それはちょっとイルミとして評価はね、低いんです、俺の中では。これ全部ここは LED でやってるっていうのがナバナの売りなんで。まあね、あのメインのショーをまだ、さっきツイキャス見てない人だったらもう衝撃を受けますよ、今年のショーは。それがプロジェクションマッピングではないっていうことを頭に入れてから見てください。映像じゃないからね。でもご飯屋さんは結構やってないね。ね、もうこうやって。あ、ゲトライさんの、もうね、いつの間にかこうやってヤン君が知らないでいなくなってる。さっき足湯入ってる人いたけど。あ、今誰もいない。こっちがいた。LED ね、今からニコ生、そうですね、ツイキャスで今一周したんで今度はニコ生です。まあ本当はニコ生で全部やりたいんだけど、クラ生がどこまで、ションベイじゃない、クラ生がどこまでイルミを照らしてくれるか、これかなり重要ですね。まあでもこれ広角になってるからいや知らない間に横にいた安定の別行動ってどっちかっていうとね、ヤン君が勝手に離れて勝手に近づいてきてくれるから俺は別に特に何もしてないんですけど助かる。足が冷たいの今。これ映像ちゃんと見えてる。ツイキャス見てた人、ニコ生とツイキャスどっちが綺麗。もうハートのあれいなくなっちゃった。ピョンさん、広告ありがとうございます。木すごいよね。ここの木すごいんだよね。これは本当、ほんの序の口ですからね、今見せみんなに見せてるのは。ナバナ見たことない人は覚悟した方がいいです。これ今、普通にただ通路ですからね、これ。イベント会場でも何でもないんで。ただの通路がこのクオリティなんです。これあの自称イルミ鑑定士と言って俺いっぱい配信してきました、イルミを日本ね、なくなっちゃった。日本全国回ってきて、ここ今西日本で一番評価が高いところです。
毎年来ても別に評価が下がることはない。ゲストさんここからだし、ここはね三重県と愛知県のちょうど県境ぐらいで、県的には三重県です。東日本ナンバーワンが伊豆のグランパル公園っていうところを俺今推してるんだけど、そこで今企画で来年もしかしたら1時間貸し切りで俺配信やろうかなと思って、みんなからキートス集めたりしてます。グランパル1時間貸し切るのに20万ぐらいあればできるらしくて、撮影も OK で、一緒に同行してくれる方何人でも OK なんで、俺と一緒に時間合わせられる方、一緒に配信でもイルミ完全貸し切り、来年の5月か6月にできたらいいなと思って。もうねキートスで 何円かを送ってくれてる方ありがとうございます。グランパル行ってほしいですね。2パーの意味は未だに分かんないんだけど、来たよみんな、リア充の曲が、リア充の曲、夢のお母さんいらっしゃい。ここちょっと今この見るゾーンじゃないんだけど、ね、エリア的には。これ水流れてるの見えません？アウアウ？岩井美奈？これ本当はこっち側も水流れてるように見えるんだけど、これがLED で使える、これがイルミの基本動作ですね。点灯の時間を変えて色を変えたり動きをつけるっていう、水の流れが一番わかりやすい。アルさんいらっしゃい、ナバーナです。5年連続5回目の出場。今これね普通の歩く道だけなんで、まだ私みたいにこれ広角にしてるから、これデータ運国再生でしたね。みんな日暮らしファンってやっぱ多いんだね世の中。ナバーナでも外人全然いないっす。当たり前だけど。3年ぐらい前は結構外人いたんだけどね。2年前までいたか。去年あんま覚えてないんだよな。総長とかいたから。中国人っぽいな、ちょろちょろ。外人が本当にいない。純和風。客も。今から一番、内首ファンってなんだ。で、ナバナの里っていうと、大体ね、大体、問題か。乳首ファンじゃない。大体パンフレットとか、インターネットのページとかに出るのが、大体光のトンネルとあとメインの会場なんですけど、今まだこれ両方とも行ってないんでね、まあ、これただのルートです。元はフラワーパークだから。あ、これ乗る人めっちゃ増えてる、さっきより。これがぐるぐる回りながら上に上がっていくんです。上にガーってで、ナバナのその景色を全体を上から眺められるってやつ、乗り物ですね。これ1年目に俺乗っちゃったんでね、満足なんでちょっと混んでるから行かないですけど、これもう超密超密。日本の米を上から見れて、しかも名古屋の夜景も見える。和骨鉄オタじゃない。
どけリア充。なんか俺の口が悪いって言ってた本人が一番口悪い気がするけど。昨日あのゲッティさんの方で心霊をコラボさせていただきましてね、見に来てくれた方ありがとうございました。グダグダでしたけど、でもねたまにはね企画だからいいと思います。ああいうのもね、ほとんど心霊配信とか心霊スポットって感じしなかったけど、こんばんは。なんてあバシスケルさん、バシスケルさんの今ねツイキャスで一周して今2周目です。そうなんだ、もったいないね。ちなみにね今これ見えてる画像をナイトショットで先撮った画像があるんですけど、素晴らしかった。いくよ。この映像をノーライトで撮ったナイトショットはこちら。これをノーライトで撮ったら、これがナイトショット、ライト使わないで花畑なんですけど、これは肉眼ではね見えないんですよ、まあ、映像でも見えないと思うけど。ナイトショットやばいですよね。ナイトショットするとこの花畑の色が見える。なんてリアクションすればいいの。好きなようにリアクションしてください。死ねとか来るどっか行けとかそういうコメントじゃなければ NG には入れないんで。ただね、あのうんこくさいさん見たくね、あっくるさんちょっとあれやって、今から踊ってとか歌ってとかもね、欲しがり欲しがりのコメントは俺は基本スルーしますんで気をつけてください。うんこくさいさんはね実際会ったことある人なんで、まあそれでも拾いますけど、いやよさんでねそういうのずっと言う人が最近多いんで、そういう人は申し訳ないけど、ちょっと全部読まないわけじゃないけど。実際お会いしたことある人はね、まあちゃんとしたいい方だっていうのがもう分かってるね。ネタで言ってんだなって分かるけど。今からね光のトンネルの方にね向かいます。そう、さっきも言ったんですけどね、こういう弁当2900円、気をつけます。さっきも言ったんですけど、こういうなんかね高い弁当が高く感じなくなってきてるんですよね。ダリアの天ぷらでもいいか。確かに。富山じゃない、なんで、あ、富山のコシヒカリって書いてあるからか。これ今三重ですね、三重県です、三重県です。なめし、なめし売ってなかったの、道中の駅に。あ、違う、サービスエリアに。なめし売ってなかったんだけど、サービスエリア。そうそう、高いもの食べたい。見た目も高そう。ねえ、ドリアわかんない。ドリアの天ぷらって書いて、天ぷらだった今。天ぷらだって。食えるか。材料費クソ安そう。あそこに生えてるの取ってきてんじゃない。あれ、これどっちやっけ。そう、なめしってやつがナッパの飯って意味で、そう、花のダリア。後で行きます、花畑。ダリアいっぱいあった、さっき。ナッパの飯、大根のなんか、葉っぱ。ドリアじゃないよ。ドリアの天ぷらもそれは、ちょっとそれで、ちょっと見てみたいけど。めっちょり。めっちょり天ぷら。ドリアの天ぷら。ね、食べれるみたいね。まあね、1900いくらしてるからね、あれ。どっちが高いのか、マグロのステーキは高いんだと思うけど。はい、いけますよ、じゃあ。電波大丈夫ですか、今。電波悪くなかったらちょっと言ってね。今、au の電波なんで、ちょっとニコ生相性悪いんでね。いきますよ、皆さん。いきますよ、光のトンネルです。じゃん。
これがまあ一応ナバナの看板、長いトンネルです。これは中に入ると俺が有名な、結構距離もあるんですよ、あっちの方まで。分かる？画質は大丈夫ですか？俺ね、ここをね、毎年ニコ生で配信してきてるんですよ。パンダコタさんいらっしゃいって言ったっけ？続けてくれよ、多分。当たり前だね。黒ぼっちですから。あ、今日はねリスナーさんいるけど、この多分今撮ってる映像をね YouTube に上げますけど、今年で5回目なんですよ。5回目、だ5年前のもあるんですよ、映像が。だからね、ニコ生も進化してるっての分かりますよ多分。そう、全部 LED、 カップリーが多いけどね、このトンネル立ち止まる人は。LED のこの間隔が狭いから、つけてる間隔が狭いんで、すごいみっしり埋まってるように見えるね。ね、これぞ光のトンネル。でもね、ちょっとあまりにも長いから後半は飽きます。こんだけ水で長いから、もう遠くを見ると本当に光のトンネル。そうだね、そうだね、 LED だから。このトンネルを抜けると、あのメイン会場です。今年のメインやばいですね。ちょっと一個俺はものすごい感動したシーンがありました。今から。抱き合ってた今。あ、そうなんだ。ナバナ行ったら別れるです。練習あった。関東だったらディズニー行ったら別れるってよく言うけど。綺麗。やっぱツイキャスやるこの手ブレ補正が効いてるから、なんか結構ブレてるんだけど、ブレてないように見えるよね。確かにダメだ。ゲートスポット、そうだね、今日結構カップル多いね。前ここ最近一番多いかも。 GGBB があんまいないな、そういうの。だんだん空いてきた。かそってきた、いい感じ。今からメイン会場なんで。ね、GG カップル、GG カップルだから。メインの会場ね、今年のテーマは奇跡の大樹と言います。奇跡の大樹、大きい木って書いて。それがね、一応ね、見る場所がその最前列まで行けるようになってるんです、今年から。その一番近いとこ。JJ じゃない、GG。GG。そう、長いでしょ。ちょうど今、ちょっとこれ人が少ないから写真撮って。うちの枠では GG って言ってる。 GG どっから言ってる、これ。 GG もここにいる。これを聞かせよう。ワクワクするようなストーリーを展開。最新の LED 電球だけを使った世界最高峰のイルミネーションです。ご鑑賞は会場の最前列や藤棚、展望台からもお楽しみください。 OK、 説明文聞いた。この先はメインイルミネーション。今回のテーマは奇跡の大樹。生命力あふれる大きな木をシンボルに、美しい花が満開に咲く絶景シーンのほか、大自然が見せる驚きとワクワクするようなストーリーを展開。最新の LED 電球だけを使った世界最高峰のイルミネーションです。
ご鑑賞は。もうええぞ。俺が喋るよりはいいと思う。俺が説明するよりは。女子の声が。ね、そうらしいね。来ますよ、メイン会場。ただね、これ3分間ぐらいのショートムービーみたいなやつが3個あって、全部で9分ぐらいあるんですけど、一応全部の映像をこの展望台からバージョンと前からバージョン2箇所見せます。今から電波がねちょっと悪かったら早めに言ってくださいね。ドコモの電波変えたりするんで。これ一応メイン。ただ今から行くのは先に近くに行っちゃいますね。近くだとちょっとね前景が映らなくなっちゃうんだけど、先に今年からできた最前列、最前列に行きます。今からこの今始まったやつがもう一周して見終わったら移動しますんで、目の前藤棚ですね。ミニスカのシーズンあるかな。今から最前列に行きます。人が多いんで。電波大丈夫ですか。行くよ。さあ、これめっちゃ最善で見るんで、ちょっと全体は映せないですけど、全体は後であのあっちの展望台から見せるんで、とりあえずドアップバージョンです。この方がいいかな。縦の方がいいな。コメントは全部耳に来てます。みんなのこのコメントね、動画に残るんで。ああね、今映した。これが今最前列。これ全部この周りの映像みたいのも LED です。よく分かったね。これテーマは海らしいですよ。3個テーマあって、海と何だっけ、宇宙かな、大地と宇宙かな。あれが大樹です。大樹、何万球だっけな、ここ700万球かな。一回ちょっとニコ生最高画質にしちゃいます。これドワンゴの限界。
暇、まあ、やばい。さっきも言いましたけどね、これあの投影してるわけじゃないですからね、全部 LED です。 LED をつけたり消したりしてる。多分ここでワンセット多分終わりですね。でも今日前半見てないんで、もう一回前半部分行きます。まだ俺の一番みんなに見せたい場所は今の中ではなかった。レインボーに輝く時が来るんで、それめっちゃやばいですよ。この朝焼けも好きだけどね俺。これが LED だよ。チームはこれね、最前で見てるんで、後で展望台からもう一回前傾をやるんでね。とりあえずは今、今年初めてできたこの一番前まで来てます。すごいよね、明るくなるやつね。そうそう。そうですよね。俺、足利は、あの、グランパルより評価下がってるんで。足利は今、東日本で俺、2位か3位ですね。まあね、みんな評価はでもね、自分の好みだから。いいんじゃないですか、足利も綺麗で。1位は将来性を込めてグランパル公園です。2位がここです。ほぼ僅差。でも多分みんなこっちの方言うと思いますよ、インパクトあるから。ディズニーはあれはね、評価のしようがない。この目の前のこの積み重なってる電球のなんか柵みたいのがすごい綺麗。そうね、何年だろうね、グランパルはまだ今年5年目ぐらい。伸びしろを見据えて。もうちょっくるつもり。もうすぐ来るよ、多分俺の一番おすすめのシーンが。うんこ言っちゃダメだよ。あれもう終わっちゃったかな。さっきの時にあったかな。見てなかった。これの後じゃない。これの後だっけ。絶対見てたらうわーって言うはずだから。ニックキクラゲが出てくるから。あ、そうだそう、クラゲ。この後か。クラゲ来た。
フラゲ来た。人魚と一緒に出てくんじゃねえよ。スリックマン件。この後か。カラオさんいらっしゃい。靴ってないですか今。電波大丈夫？高画質にしてるから今。さっき見たっけ？あ、じゃあさっき歩いてる時だったかな。あ、そうだ、この後だ。あ、風船か。風船ってもう終わった？あとまだ3分くらいしたっけ。もう通信一番最後。なんか今飛んでた、なんだ。なんかあそこら辺に人みたいのが飛んでた。彼もここで虹見たのかな。じゃあ結構今回長い。あ、これ風船。いつも5分ぐらいなのに今回8分ぐらい。あ、あ、歩いてきてる時クラゲだったんだ。じゃあ多分最初の方に見せてんだね。俺が見てなかっただけだよ多分。あ、出てたか。その虹の来るシーンがめっちゃ綺麗なんですよ。上からが一番いいんだけど、今これ手前だけど、この後だって光がバーって広がってくるんですよ、虹の光が。せっかくだからちょっとここにいるね。その虹が来るまで。したらちょっとあの展望台の方行きます。なんかさっき見てたのか。そうだよね、これさっき見たもんね。これダダンって終わるんじゃなかった一回。パターンが違うとかある。あるのかな。これは月が虹。あ、これ最後だよね、もう。あ、パターンが違うのかな、じゃあ。これさっき映したもんな、これ。これ、ね、多分終わりだよね。バンバンって。ってことは多分映してるんだな、俺。
で終わるよね、一回。これ一回終わりですね。ちょっと虹が気になるな、虹が。そうだってこれ見たよね。虹残ったの。なんかあそこに虹がかかるんじゃなくて、こうブワーって広がるときあるよね。なんか山の後ろに虹がかかってたの俺もなんか記憶にあるんだけど、ここら辺全体が虹色でブワーって広がるところがあるの。それがめっちゃ綺麗なんだよね。それみんな誰か見た人いる？俺が見てないだけ？ちょっとこれツイートしとこうかな。20時までとかあんのかな？何パターンかあんのか。でもなんか正月ぐらいにもう一個増えるって書いてあったんだね。そのシーンが、そのシーンが増えたらランダムになりますとは書いてあったけど、多分今はランダムじゃないと思うんだよね。単にボケーとして動かした。うん、多分単にボケーとしてた。でもリスナーさんもそんないと思うって言ってるんだよ。この後かな、うん、下からだと逆に分かりづらいのかな、綺麗さが。上から見たのがインパクト強すぎて下からはあんま綺麗じゃないのかな。じゃあ笑い方いた、ちびらやせらっしゃ。とりあえず展望デッカー、そこのシーンが終わったら展望デッカー。日がかかるのこの春の後ですね。あ、そうだ、あ、この目の前綺麗ってさっき言ったもんね。あれ？この後？そうそうじゃないですか。から？ここだ！やっぱ下からのがちょっとあれなんだ、分かりづらいんだ。今のとこ見えた？今んとこだ。これ上からのが多分もっと綺麗に見える。下からも綺麗だったけど。見えた？ごめんでした。全然わかんなかった。そうそう、一瞬。それが多分上から見ると、もっと広がりが見えるんだね。じゃあちょっと展望台行きますね。ごめんね、ちょっと覚えてなかった。ね、わかりにくいね。これ高画質のままじゃない、やめた方がいいかな。電波大丈夫？ちょっとでもなんかカクついたりしたらちょっと教えてください。あ、だよね、ツイキャス上から見た方がすごかったよね。じゃあちょっと展望台行きます。これは常に大丈夫？じゃあちょっとこれドワンゴの最高画質いっちゃいます。展望台までちょっと歩きます。ここは藤棚があるの。さっきこの藤棚からは見てないな。Thank you.
イルミネーションのってことね。上まだ人いるな、結構。綺麗だね、あれ、あの曲中あれ見てるとあれ色変わるんですよ。さっきのところだとウジアナ見えなかったけど、これ今度上から見るんで前景が見れる。前からさ、ミニスカ履いてる人がいないんだよ。見せてあげたいんだけどさ、みんなが今寒いからね、結構。いや、ちょっとどっか開くまで待ちます。人が開くまで待ちます。一番前で撮りたい、ニコ生は特に。どっから始まったかちょっと覚えておいて覚えておいてください。まるまる一周撮ります。何したの？席？みんな動画撮ってる、動画撮ってる。ババンってとこまで多分動画撮るかな。みんな根強く頑張ってる。ここら辺が空きそうかな。最前列待ちで待ってる。これも綺麗なんだ。ここでいい？あ、イリコさんここからだし、ここでババンでもうすぐ終わるから多分一回消えると思う。これ多分ババンってやったら終わるんで、撮ってる間あんま喋れなくなるかもしれない。まるまる一周いきます。これ終わったら多分スタートするんで。最善確保。これ行きます。
チューリップが取ろうとすると消えてさ、ああで、そこで私ついて、そしたら咲き出して、ああなかなかこうね、そんなに綺麗やってる。なんかね、あの、画面はやっぱ見えへん、下が。
レインボーまで歌うの。ごめんね、ちょっとコメント拾えなくて。もう一回だけレインボー見させて。もう一回だけレインボー見させて。もう一回見たら、ちょっともう行かなきゃ、時間が9時までだから、これ多分。レインボーどこだったっけ？この次かな。やばいし、あのレインボー見た？下からじゃ分かんないね、あれ。下からじゃ分かんなかったね、やっぱ上からのが迫力がやばい。15分もあった、1周8分とか言ってた気がするけど、2周したのかな、じゃ9分かな。これやったら画質下げる。これちょっと狭めちゃったけど、前景はこれだけど、ちょっとレインボーに照準合わせて
すぐだっけ、この次まだこの次のシーンだっけ、やばっやば、虹色やばい、何回も見たい人はね、あの俺の動画を上げるんで、そちらで何回も見れますんでね、まあ、あとは自分で生で見た方が多分もっとすごいと思うんでね、来れる人はぜひ、これ生なら来年のゴールデンウィークぐらいまで多分やってると思うんで、一人でも来れますよ。クラゲが来た、じゃあ行くか、クラゲが来たから。画質戻します。
ありがとうございました。行きます。ナバナのメインイベントでした。いやー綺麗だった。ちょっとダリア園行く暇がないからここで。ダイアナのシャトーツデー、ここにね、ちょっとダリア園とかね、コスモスがあるんですけど、ありがとう、ありがとう、パチパチありがとうね。ここにダリア園とかね、コスモスあるんですけど、こちらちょっと割愛します、時間がないんで。こちらあのツイキャスで回ってるんでね、ツイキャスの録画をご覧ください。うん、ぜひぜひ行ってください。リア充でもぼっちでもファミリーでも。あ、ちょっとね、場所の関係で関東からとか行きづらいと思うけど、ぼっちで15分おしゃべりし、そうそう、ぼっちでね、おしゃべり。あ、こっちいらっしゃい。ゲテミーコはもういないですね。ヤンミーコがいます。あ、でもこれ下からこっちから見れるんだって。あの左斜めってこと。あ、斜めじゃないか、下からも出た。ゴミ入れ懐かしい。こっからも見える。あー、そっか、優先エリア。もうすぐ虹のシーンだっけ。よく覚えてるな、俺より覚えてる。2回ぐらい。あ、これ虹のシーンだっけ。でもこれ下だからちょっと微妙かもね。あ、上からが絶景すぎて強くズームですか。確かにこの後かもしれない。よく覚えてるな。そうだね。あ、まあ確かに一番近いところよりは見えるけど、やっぱ上が一番だね、これ見るの。ああ、虹は上からがいいっすね。じゃあ、ね、ナバナ改めてありがとうございました。帰りトンネルがまだ光ってるんで。ね、ヤン君ともうこれで5年連続ですからね。ねえ、
まあ、機会があればまた6年と行けるかもしれないんでね、行けることがあればお互いヨボヨボのじいさんになってもなばなでそのうち老人会なんですすごいよね、ネットで知り合ったんですよ。だってその頃はどうだったね、違う配信媒体が。そうですよね、俺がまだだって配信しだしたぐらいですもんね。2016年から5年連続でナバナを俺に行こうって気にさせてくれたのはヤン君ですからね、これお前一人だったらさすがに毎年は来てるか分かんないもん。ヤン君さんずっと中国の方かと思ってました。どういうこと確かに中国製だけどねあ、そういうこと今年のテーマはバラです。今年のテーマはバラです。分かる人にしか分かんないですよ、ネタだった。ごめん、あ、これ上光ってたっけ、うん、全然緑しか見てなかった。ピンクと青のバラ、今年のテーマバラ。あとは回転点が、クリスマスカラーか、クリスマスカラー。ヤン君さんごめんなさいって。ヤン君さんって難しい言い方だよねヤン君さん、クル君さんみたいなもんですって。バラだってね。でも毎年これテーマ、ここの色違うんですよね。途中から変わったりとか、ガンってなったりとか。メインはもう全く毎年違うんで、テーマが。あれが本当、だから全く違うっていうのが俺が何回も見に来る機会になるっていう感じですね。しかも設備がなんか毎年ちょこっとこう。そうそうそう。設備のジャンプアップまでもう分かってきちゃう。わかんない。もう色。こっちにね、ダリアとかがね、今年からライトアップされてるんだけど。そう、毎年来たくなるんだよね。まあなんか、ヤン君とのなんか、毎年のね、恒例行事みたいになってたから、それもあるんだけど。あとね、ダリアね、すごいいい名前があるんで、皆さんね。これダリアの名前がね、そう、これ取って多分なんか料理にしてんじゃないの浮気心から大恋愛して結納する。結納ね、山開きね山開きはちょっとツイキャスの録画見てくれないと分かんないんで、浮気心の大恋愛の結納からの山開きです山開きってね、ダリアもあったんだよね、そのダリア園の方には。あそこに書いてない。あ、ワコヤホターリンがヤン君だって。ターリンヤホーまた暗いところでネーミング面白いですよね。初詣みたい。まあそうだね、毎年の恒例行事だから、まあね、山開き波乱万丈だよね。いや、こんな時間までいる予定じゃなかったのに、結局やっぱここ長くなっちゃうね。ギリギリだよね。そう。でも1000円もったいないから俺、お土産買わないと。これね、2300円です。入場料。高えって思うかもしれないけど、金券が1000円ついてくるんで、実質まあ1300円。1300円でこのクオリティ見れればね。本当はね、ここも見せたかったんですけどね。ここもメイン会場的な、ここも会場がね一応あるんですけど、ね、ずっとはいられないけどちょっとだけ。これ GoTo じゃなくてね、もうナバナは元からこういうシステム、ナバナは元から金券付きで売る入場料毎年。お土産を買わせるってやつ、絶対に1000円使ってもらうパターン。どの時期に来ても1000円取られるって。どの
真剣でね、あのここにある日帰り温泉入ったりとか、あとベゴニアガーデンって有料の施設とか、あとさっき動いてたけど、あのなんか空中に上がってくあれ使えないの？あれは使えないのか。あとあの食べ物全般とお土産も買える。なんか毎日ここをなんか取れてるのかな。これ池なんだけどね、下が。池にこうやっている海の川みたいな、教会から流してるみたいな。これが長良川、入り川、木戸川。こんな決まってんの？川の。そうなんだ。3個あるだけじゃないの。木戸川線。旅したいな。今の海線ゴビだから。あ、そっか、ターリン、病院か。ね、噴水みたいに見えるよね。LED っすよ。半日楽しめるんじゃない？ご飯食べるとことかあるし。スピードスケートのトラックみたい。初めて聞いたわ、それは。確かに。そしたら陸上のトラックも一緒な気がする。ベゴニアガーデンの隣はバラ園やし。そうね。結構回るところはあるよ。あっちの方にもお花が。まあ、俺はお花あんま好きじゃないから。そんな長時間は入れないかもしれないけど。いや、でも今こうやってぐるっと2周しただけでも、もう3時間経ってるわけだからね。6時からやって。そうそう、お花畑が。ちょっと充電取るか。ごめん。ミニ四駆走らせたい。どこに？あ、今のどこに？水だよ、水。お茶。そうだ、ここも映さないとね、一応。鏡池ね、これも。まあ、イレミはちょっとあんま関係ないけど。水面に映る、反射する。ちょい先にモミジが、ここの菜花まだ紅葉来てないんだけど、一番光ってるところがあって、光ってるって言わないか、色が変わってるのがここだね。あ、うん、ここだけすごい水銀水銀入ってないと思うけど、よし、じゃあちょっと時間ないんでごめんね、急ぎ足になっちゃって、ちょっとお土産を1000円使わないともったいないからね、これね、黄色と緑あって綺麗、あと10分しかね急ぎ足でしょ、お土産をサクッとなんか選んで買ってきます。お土産買うところはちょっと配信できないかな。じゃあお土産コーナーはね、ツイキャス一回回ったんで。こちらまで持ってくから。俺、渡したいものもあるんだ。配信切らないでいくわ。ラングド車と安定すぎるな、それ。別にお土産しても自分のもの買いたいな、ちょっと。誰にもあげるわけじゃないんです。1000円自分のために何か。今日はこれが一応もうね、配信終了なんで、終了というか、帰り車載はツイキャスだから。埼玉帰りますわ。どこだっけ、食べ物。そうか。ちょっとあんま喋れないけど、さっき買っちゃいます。1000円もったいないから。何か行くか。
出た。これなんか去年映した気がするから。こっち気になったのがあったんだよね、この。伊勢海老塩ラーメン。台湾ラーメンもいる。タツカが台湾ラーメンと伊勢海老塩ラーメン。ラーメン、お土産を自分で食う用のラーメン。すごい。ソーシャルディスタンスだ。帰りにあの駐車場でヤン君にちょっと、ね、差し入れ持ってきてるんで、それを渡す配信までやります。一回ミュートにします。なんか番組のロケやってる。なんかカメラマンとマイク持って名古屋のなんとかを探せっていうフリップ持って歩いてる。誰だ顔は知らなかったけど、俺もろにその人のとこに体突っ込んできそうになっちゃった。
もういなくなっちゃった、トイレ行ってる間に。何してるの？もう終了だって、次だよ。はい、はい、マン、うん、なんかパッと見見えたのが三重っていう単語と名古屋純金二世、名古屋純金、二世純金、なんかそんなような単語だった。あ、そこにいる。スタート。企画終了っぽい。純金を探せてって名古屋生まれってことかな。わかんない、顔見たけどわかんない、顔見てもわかんない。綺麗じゃないとも思うけど、これエントランスだけど、あ、もう9時だね、終了のお相手だ。ピカピカしてる、ほんとだ。俺なんか引っかからないな。じゃあね、ナバナの佐藤のありがとうございました。そしてあとね、昨日からずっと岐阜のね、白川郷とかも行ったんで、一応全部の動画はね、あの帰って暇ができたらあげますので、録画見れる人は録画見たりしてみてください。今が一応駐車場でヤンクに渡すものだけ紹介して渡してバイバイしようと思います。俺もちょっとしばらく走ってから謝罪始めます。ニコ生ね、ここヤン君のお土産を渡したら一回終わります。疲れた。あ、そうだ、俺ヤン君新作ステッカーあげ、新作の名刺あげたっけ。ステッカーじゃなくて、あの名刺の方。まあ、それはまだもらってない。もらってないか。うん。じゃあ、それ先にくれる。ステッカーは多分あげてない。総長のあれもらってるよね。ペヤングのやつ。うん。これ。それは多分もらってる。あれ、俺車、こっちか。ユウさんも光るシール。ちょうど横に車がいつもいるよね、なんか毎回なんかこれやろうとすると隣にいるんだ。ちょっと待って、ヤンケに渡すものがあるんで、それを今紹介しながら渡しますので、少々待って。
ソリって外人かよ。入るかな。入るかな。こんなにでかいの。案件照らしてもらおうかな。ライトもでか。よいしょ。縦になんない。ね、これあの、まず、アンマップすると白飛びしちゃうな。で、弱いライトの方がいいな。それで心霊用だからあれだ。明るすぎる。一番絞ってそれだ。そう。一番絞ってそれなんて申し訳ない。これが弱いやつだね。よいしょ。つきますね、じゃあ。これでもう一回下げられるかな。ね、はい。この岐阜のレトロ、自販機で買った。そう、ポテタル。これ、新商品。小雪。パンケーキ。そう、あるんですよ。あとね、あの、横須賀行った時の海軍カレー。海軍だけど海賊じゃねえか。海賊だけど海軍ね。あとあの、函館行った時のイカ飯ね。イカ飯。あとあの、龍泉堂行った時の龍のチョコ餅。入れなかったけど、岩手ですね。はい、これね、新潟行った時のポテルカ。俺の今年1年が今これヤンクに全て伝わると思うんで。俺がどんだけいろんな地域行ったか分かると思いますね。これ元祖スキーサイダー新潟ですね。バラッバラやな。あとこれね、あの、レトロジャンクから出てきたチョコボール。一応賞味期限は大丈夫だった気がする。2021年ですね。あ、大事ですね。あとこれね、この神戸行った時のラングド社ですね。これも今年はね、ヤンクに絶対いろんな地方のあげてやろうと思って。はい、でもね、岩手のカモメの卵です。あ、もう綺麗な。これ神戸のゴーフルですね。神戸。ゴーフル。あれ、神戸のプリンですね。あと、最後に、あの、森のサイダー。これ秩父ですね。地元、埼玉の。キハダの苦味。これなんか、日本一苦いって書いてありました。これちょっとぜひ、あの、感想お願いします。日本一苦いって売りにしてた、大滝村に売ってたサイダーです。これ一応全部ですね。マジで津々浦々でしょ。地方さ。岩手、新潟、函館、横須賀、神戸。で、これ岐阜でしょ。あと、レトロ自販機もあった。北海道、東北、東海。これ、ね、北陸がないぐらいだね。新潟あったり。あ、そうか。ちょっとね、あの、持ち帰れなかったらすいません、重くて。入る、これ。はい、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、いつかお会いできることを。また今度、6年目。はい。ありがとうございます。じゃあ、ヤン君でした。皆さんね、あの、最後に大きな拍手を。はい、最後くらい手をちゃんと出してあげますね。ありがとうございました。じゃあ、とりあえず俺はニコ生をね、あの、一回ここで終了しますんで、皆さん、ヤン君にパチパチお願いします。なんでこれ8に変わると郵便番号なんだ。見て郵便番号が出てくる。みんなパチパチ来てますね。みんなパチ